んなんだよ、マジ朝から。いや、久しぶりの試合だからな。どうしても顔が緩んじまうよ。大丈夫か、おい。清志、嬉しいのはわかるけど、勝つために戻ってきたんだろう。頼むぜ、ゴール下。ああ、わかってる。やっぱ心配だ、ちょっと。ユリーナ、大丈夫か？大丈夫だと思いますよ。は？なんであんな奴が嫌がり。どうした？奇跡の世代知ってるな。ああ、足りめじゃん。中学時代、奴ら以外にもいたんだ。時代が違えば確実に天才と呼ばれた5人。最強の影に隠れた逸材。あいつはそのうちの一人だ。どんな状況でもゴール下を支える不屈の魂。鉄心、清志、鉄平。あの人がいると安心するというか、負ける気がしません。さあ、行くわよ。新生聖林バスケ部始動。